グラディーミル・イーゴレビチ・ベルビツキーは、ロシア出身の指揮者、ロシア連邦人民芸術家、2009年にオーストラリア市民権を取得、レニングラードに生まれる。レニングラード国立アカデミー合唱団付属、グリーン化記念合唱学校を1961年に卒業、続いてレニングラード音楽院でピアノを専攻し、同時に合唱式及びオペラ、 公共学の指揮法を学ぶ。1972年、音楽院卒業と同時に、ボロネジ国立公共楽団の指揮者に招かれ、以後40年以上にわたって、主席指揮者兼音楽監督として、同学団を統率している。並行して、音楽コンクールにも参加、1973年のカラヤン国際指揮者、コンクール、1975年の、 ビライコールロボスコンクール、1977年の第2回ブダペスト国際指揮者コンクールにそれぞれ入賞し、ソビエト連邦国外からも注目された。1976年、ソビエト国立公共楽団を振って、モスクワでのデビューを果たす。この時、ギリリスの伴奏を務め、これが縁で、インゴしばしばギリリスと共演するようになり、また、 二年後の1978年にはソビエト国立交響楽団の客演指揮者にもなっている。1982年から1984年の間、スロバキアフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を務める。1986年、ソビエト国立交響楽団とオーストラリア公演を行い、以後、同国での活動が活発なものとなる。 翌1987年にパースに本拠を置く西オーストラリア公共楽団の客演指揮者に迎えられ、1992年には主席客演指揮者、1997年には警官指揮者に昇格した。ベルビツキーは2009年6月6日にオーストラリア市民権を取得している。メロディア録音、オリンピア録音 ABC クラシックス録音ノーザン。 フラワーズ録音日本語表記はベルビンツキーとする場合もある。ボロネジ国立交響楽団の公式サイトでは1991年、重要。オペラ、交響楽の指揮法はグリクーロフに指示。後に、ムラビンスキーにも指示した。息子であるイーゴリ・ウラディミロビチ・ベルビツキーも1992年より同楽団の指揮者陣に加わっている。ありがとうございます。